ゲーム大国と言われる日本、国内シェア 76.2% を誇る任天堂が圧倒的な力を見せています。こんにちは、いつも JNW をご視聴ありがとうございます。パーソナリティ福部です。スイッチや DS、ソニーのプレイステーション、さまざまなゲーム機が我々の生活に浸透しています。世界に目を向けると、アメリカマイクロソフトの XBOX が爆発的ヒットとなり、 XBOX One の販売数は世界中で4690万台にも上っています。世界でこれだけ売れているにもかかわらず、ゲーム大国と言われる日本ではあまり馴染みはなく、全体のわずか 0.3% しか売れていないのです。ゲーム機の日本国内シェアは任天堂 76.2%、 DS スイッチ合わせ、ソニー 23.6%、 プレイステーション、マイクロソフト 0.1%、 XBOX One となっており、その差は歴然です。20年かけ世界の舞台で任天堂とソニーと戦えるライバルとなった XBOX ですが、世界中で愛されているものも唯一日本では売れないという事実を NBC が複数回にわたり報道し、全米で話題となっています。この疑問にアメリカ人から様々な声が上がっていましたので、ご紹介いたします。海外の反応。 XBOX は日本だけじゃなくてアジア全体で失敗してるよね。日本人がフォード、GM、クライスラーを買わないのと同じ理由。日本にはトヨタ、ホンダ、日産があるんだから。それはちょっと違うな。日本企業ではソニーがスマホを作ってるけど、日本人はこぞって iPhone を買ってるぞ。まるで日本以外では勝ってるみたいな言い草だけど、世界のほとんどの人間はアメリカ製ゲーム機よりも日本製の方を選んでるんだからな。ゲーム機だけじゃなくて、ほとんどのアメリカ製品でも言えること、基本的にアメリカ人が何かを作っても日本人がさらに質のいいものを作るんだから。任天堂、ソニー、バンダイナムコ、スクエア・エニックス、コナミ、カプコン、こんな国を本気で落とせるとでも？これはナショナリズムの問題ではないし、日本人は全く悪くない。単純に日本の場合は国内で完結できるからなんだよ。ナイジェリアだとプレイステーションは XBOX の2倍の値段。それでもみんな無理してでも PS4 を買おうとする。シンプルにゲーム王国の牙城を崩せなかっただけだな。任天堂は今でもゲーム業界の王様。ソニーは現在の業界を牽引するトップランナー。XBOX はスペックの面では一番上だけど、ファーストチョイスにはなりにくいと思う。相手はゲーム大国日本だ。そこで外国さんがトップに立つのは正直不可能に近い。日本はロマンス RPG と格闘ゲームを好んで、 XBOX は西洋 RPG とシューティングゲームを好む。結局は特化されたジャンルと文化の違いだと思う。日本のオタク文化という一大ムーブメントも欧米に PS ファンを生み出した要因の一つだろうな。スペインでも任天堂スイッチが登場するまでPS4 が 93% のシェアを獲得していたわけだが、タコベルがメキシコで失敗した理由と同じだと思う。日本はゲーム機の母国とも言うべき国。上から目線で乗り込んでも排除されるに決まってるだろう。品質がアメリカの自動車レベルだからしゃあない。欧米人はシューティングゲームを好む一方で、日本人はしっかりとしたストーリーがある RPG を好む。シューティングゲームにとって日本は鬼門と言える。日本にもシューティングゲームはある。だけど日本の場合は空想世界的なものが多い。欧米の場合は暴力と血がメインになるけど、日本ではスタイルとアート性が求められてるんだよ。こっちとは違って日本で銃乱射事件がない理由もそれだな。アウェイで勝つのはそれだけ難しいってことだよ。しかも相手はプレイステーションと任天堂だし。それより CNBC はなんで俺が試験に落ちたのかを検証するべき。なぜプレイステーションがアメリカで成功したのか、それも考えれば日本での XBOX の失敗理由もわかる。単純に日本人向けのゲームが少ないからだと思います。これはナショナリズムとかそういう問題じゃないぞ。第一印象や人気、トレンドが重要になってくるんだ。そして PS の方が世界中で人気なのは否定できない事実だって。日本製 RPG のほとんどは日本のゲーム機でしかできないもん。わざわざ XBOX を買う気にならないでしょ。欧米人 OMG、 クールな日本のゲームの数々を見てくれよ。どこに行けば手に入れることができるんだ。日本人
欧米のゲームって見た目からしてつまらなそう。ソニーと任天堂という二大巨頭に勝てないんかなネス。まず日本市場の分析からして間違ってる。菜食主義者にステーキを売るようなことばっかやってんだもん。日本のゲームって他の世界とは明らかに違うからね。日本のゲームストアに行った時のことを今でも覚えてる。任天堂とソニーのソフトが売り場をほぼ占拠してて、 Xbox のソフトは端っこに追いやられていたわ。日本人は今でも過去のアメリカによる侵略に怒っているんだよ。アメリカが何かをしたのかはみんな分かってるだろ。 Xbox はメイドイン USA で、ソニーはメイドインジャパンだから、これが結論だよ。アメリカでも PS4 の方が売れてるんだけどね。日本人は今でも最高のゲームデザイナーなので、日本人はアメリカ人とは違って自国の製品をサポートするもん。それは違うぞ。日本はアメリカ人と同じくらい全てに対してオープンだ。